皆さんこんにちは、かずえちゃんです。はい、今日もやってまいりました、僕らのカミングアウトということで、今日は縁側部のカミュちゃんをお迎えしてます。ありがとうございます。お願いします。あのピンで出るのは初めてです。初めてだよね。初めてです。いつも縁側部として出てくれてるんですけれども、出てもらってるんですけども、今日はまあカミュちゃん自身のカミングアウトストーリーを聞いていきたいなと思って、で今日はここ東京から撮影していきます。天気がいいですね。ね、久しぶりに東京来たらめちゃめちゃ渋谷変わってて、あ、言ってましたね、びっくりしたなんでですかね。もう本当にそう、工事ばっかりしてもう迷路で迷ったんだけど、まあ、そんなことはどうでもいいとして、今日はカミュちゃんをお迎えして、あの僕らのカミングアウトストーリーを、やっていこうと思います。今日お願いします。よろしくお願いします。多分中学校の時ぐらいにお兄ちゃんが連れてきた同級生がかっこいいなって思ったところからだと思う。ただ別に何だろう、そのゲイっていう言葉すら知らない時代だったから、かっこいいなで終わってたかな。でもよくよく考えると多分あれは好きのかっこいいだったなとは思う。タイプっていう感じかなって思う。中村あたるさんの友達の歌のなんかそのプロモーションビデオみたいなのをテレビで流れてる時におばあちゃんと二人で見てたんだけど、その体は男性だけど心は女性っていう、その中村あたるさんのその生い立ちみたいなドラマがあって、それを見た時に自分は別に女子になりたいっていう概念じゃないけど、確かに性別上同じ性別の人に恋をするってことになるから、あ、もしかしたら自分はこのジャンルに近いものかもしれないっていうふうに考えて、いろいろ調べ物をした時に自分はゲイっていうセクシャリティなのかもしれないっていうところには至ったかな。そこが多分きっかけではあったけど、ただその頃はまだ芸能とかにもそんなに甘い、あのゲイの方とかオカマと呼ばれたりお姉と呼ばれる人も出てなかったから、あの世間が一般的に男子はこうあるべき女子はこうあるべきみたいなのがテレビでしか吸収できなかったから、そのゲイっていうものが正しいかどうかっていうのがよく分かんなくて、だから隠して地元では生きてきた。自分は男性が好きかもしれないは誰にも言えなかったかな。一番最初のカミングアウトは、あの笑っていいと思って、おねイケメンコンテストっていう企画があって、そこに出た時にテレビでカミングアウトをしちゃった感じだから、どうってことはないって感じなのが大体なので、あとはだと思ったも半々ぐらいな感じ。なんかその予兆はあったみたい彼女がいる時代もあったけど、でもあの人絶対男性好きだよねっていうのはにじみ出てたみたい。おばあちゃんはあんまりそのあれが分かんないから、あのお姉とかゲイとかっていうのが分かんないから、ただ元気な人っていう概念、東京で元気にやってんなで終わりだったらしいんだけど、いとことかはお姉とかゲイとかをちゃんと理解っていうか認識してるから、ゲイでもお姉でもとりあえず生きてるならいいよっていう概念で言ってくれてるんだけど、ただ息子じゃないけど甥っ子とかだったりとかが、いとこの子たちがまだ男の子もいるし女の子もいるけど、セクシャリティ的にゲイになってほしくないのかどうかわかんないけど、そのちょっと刺激が強いから実家帰ってきた時はお姉で喋んないでねみたいなのはすごい言われた。セクシャルについてだから触れたことがあんまりなかった。まあ男性は女性と恋愛していったから、自分もそれに前習えみたいな感じのところはあった。東京出るまではお姉とかは隠して生きていかなきゃいけないと思ったの、ずっと。ただ2丁目に遊びに行くようになって、ゲイの方と遊んだり、
その2丁目に遊びに来るストレートの方とかとも仲良くなって、こうみんなで集まって顔見知りになって、ウェーイみたいな週末をよく遊んでたんだけど、その時に、あ、この感じで生きてても別にいいんだって思い始めて、それもストレートも女性も男性も問わずだったし、でたまたま遊ぶ場所が2丁目っていうだけで、その中にいる1ゲイっていう人間だったんだけど、でもまあこう外でストレートの方とかとも知り合ったわけだし、東京出た時一人ぼっちだったから、なんか周りにゲイが増え始めて、ストレートの友達も増え始めた時に、あれ？俺普通にこの状態で生きててもおかしくはないんだっていうのに気づいてから、のんびりゲイバーとかでも働いてたりとかしてたんだけどお兄ちゃんに言ってみようかなっていうさらりとした感じ。出てよかったと思ってる。なんかいちいち悩まなくていいくなったかな。なんかゲイってこの人に伝えた方がいいのかなとか、地元を帰った時とかに下手に、なんだろう、別に気取らなくていい、あの男をしなきゃいけないわけじゃなくなったから、神イコールこれ、神、あの本名もあれなんだけど、自分の本名イコールこれっていう状態で生きてていいんだって思ってるから、多分それのきっかけは笑っていいともだったと思うし、だから別に後悔も何にもないから、出てよかったと思ってる全然。結成自体は2016年とかに高志と秀樹がゲイバーに遊びに来て、で、まあ、こういう企画をやろうと思ってて、ダンサーを探してて、神ちゃんの名前が挙がったから、ちょっとスカウトに来ましたとかつって飲みに来てくれて、まんまとその時に高志が作ってた曲とかをその場で聴かせてもらって、始めてやるって、なんかもうその時はノリだったんだけど、声かけてくれたら嬉しいから、やったやるとか言って振り付けとかをし始めて、ただライブが決まってなかったの。いろいろ活動は決まってて、いざやろうと思ったんだけど、そういえば出るってか、活動はするって言ったもののライブがないねってなって、じゃあなんかライブ前になんか活動し始めようかって言った時に、何があるかなって言って YouTube だった。はい、こんな感じで今日はカミュちゃんをお迎えして僕らのカミングアウト動画をお送りしました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。どうでしたかカミュちゃん。楽しかったですよなかなかさ、縁側3人の時だとこうカミュちゃんあまりぐいぐい喋る気ではないじゃない。そうです、何も喋んないです。でも今日なんか1日いっぱい喋ってもらって、僕も知らないこといっぱい知れたし、すごい良かったです。いっぱい喋れたので良かったですなんかさ、こう最後にカミュちゃん自身が、まあ、縁側を通してでも自身のことでも、なんていうの、その YouTube を通してでも、なんかこういうことをこう伝えていきたいなっていうか、そういう思いみたいなのってあったりする？なので大それたことは何もないんですよ。なんかこれを伝えたいから活動してるとかってのは一切ないんだけど、ただまあ自分がカミングアウトをして知ってからの活動の方がやっぱこうより良く楽しく活動できてて、して良かったなって思える生き物ではあるんですけど、それの前はやっぱり悩んでた時期もあって、した方がいいのかな、しなくてもいいのかなとかの、その悩んでる時の人たちが多分結構多いと思うので、自分がこうやって楽に生きてる自分もいるんだけど、自分がこの楽に生きてる自分を見てもらって、あ、なんかカミングアウトした方が楽に生きれるのかなとかだったり、もう少しこう自信を持ってこうなんかラフに生きていいんだ、自分らしく生きていいんだっていうのが、一人でも思う人がいればいいなって思いながら今後も活動できればと思ってます。なんかこう一人の生き方としてというか、カミングアウトしたからって全てが生きづらいわけではないしとか、こうやってカミングアウトしたとしても自分の好きなことをやってる自分の姿っていうのを、なんかこう見てもらいたいなっていう感じ。そうです、でも自分らしく生きてほしいです。そうだよねまあ縁側の、 あのチャンネルはこの動画の概要欄に貼っておきますので、本当にこうダンスを通して歌を通してエンタメ、いろんなこう楽しいことを発信
しているチャンネルだと思うのでぜひ皆さんご覧になってみてください。はい、ということで今日は縁側部のカミちゃんをお迎えしてカミングアウト動画をお送りしました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今日の動画はこれでおしまいです。それではね、皆さんまたね、また見てね、バイバーイ。バイバーイ。Did you pack the flashlight, the blanket and the map? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used?